もしかして取り込み中？今事務所の下のカフェにいるんだけど、ちょっと会えないかな？依頼したいことがあるんだ。でも電話で説明するにはややこしくて。もしかして仕事の邪魔になってる？別に夜仕事が終わってからでもいいよ。休み時間中に話すのも気が引けるしさ。画家 Z とは関係ないよ。もしかしてずっと気にかけてくれてたの？ありがとう。あんたに余計な迷惑をかけてないといいんだけど。睦月浩二っていう名前聞いたことある？そう、睦月先生は俺を芸術の世界へ導いてくれた人で、今でも尊敬してる。ああ、先生はお亡くなりになった。1年前、レンスターが競売品をすり替えたってスキャンダルが出て、それが先生の仕業だと世間で騒がれた。マスコミによると、レンスターのオーナーの藤原学がすり替えの責任問題で先生と言い争ったらしい。争いの中、藤原は自分のネクタイで先生を絞め殺した。ああ、俺が知る限り事件の概要はマスコミの報道とは違う。警察の推論によると、藤原は先生を殺したんじゃなくて、うつ病で苦しんでた先生の自殺に協力したそうだ。先生は連日のマスコミ報道で持病のうつ病が悪化した。自殺願望が芽生えるぐらいに。だから先生は藤原に自殺の協力を頼んだ。自分がマスコミに追い詰められた末に自殺すれば藤原を救えると思って。おかしいよな。俺も納得してない。だけど藤原本人は断固罪を認めようとしない。現に藤原は取り調べで、自分も会社も先生の死と一切関係ないって主張を続けてる。何としても自分の無実を証明しようと繰り返し弁護士を変えてまで。その都度裁判の日程も延期されてる。でも一昨日、この案件は来週の木曜日に開廷するって裁判所が決めたらしい。これ以上の延期はできないって。名目上は、実際は俺と一緒に先生を殺した真犯人を調べてほしいんだ。わからない。藤原は確かに疑わしいからな。でも
先生の死に対する悲しみや罪悪感は罪から逃れるための演技だとは思えない。この件に裏があるなら黙って見過ごしたくないんだ。難しいのは承知の上だ。実を言うと俺は事件のことを最近まで知らなかったんだ。じゃなきゃ今更捜査しようとは思わない。桜川さんの事件の後だ。泉家の顧問弁護士に依頼したことが外部に漏れたら面倒なことになりかねない。だから俺でいい。捜査を引き受けてもらえるだけでもう十分感謝してる。無理は言わないよ。ありがとう。結局迷惑をかけることになってごめん。ほとんどのやつは大企業パックスの跡取りなら何でも好き勝手できると思ってる。でも実際はその逆。俺は立場上迂闊な行動はできない。だから心の内を明かせる人間は限られてるんだ。そうだな。あんたがいて本当によかった。喜んでお手伝いさせていただきますよ。
クッキーの味はどうかな。あなたの口に合うかい。少し砂糖を入れすぎてしまってね。とても美味しい。そうならよかった。買いかぶりすぎだよ。少し照れてしまうな。僕は本当に簡単なものしか作れないんだ。これらはある程度興味を持てば誰だって作れる。気になる相手に送りたくて少しこだわり始めたんだ。僕が気になる相手が誰か、あなたはどう思う？どうやらまだ先は長いのかもしれないね。気にしないで。少し失礼。そのまま動かずに。口元にクッキーのかけらがついてる。うん、これでもう大丈夫。ごめん、つい手が動いてしまって。あなたの気分を損ねてしまったのなら謝るよ。気にしてない。ならよかった。追加のクッキーが焼けたようだ。取ってくるよ。さっきは、その、やっぱり怖がらせたかな。
俺が山下さんと話してから、お姉さんはずっとだんまりだ。それに顔色も悪いし。そんなに慌てなくても分かってるから。あっちが石灰名画のエリアだから行ってみる？どうしたの？この絵のことが気になる？わかった。つまりこの夜景の解説がてら、画家 Z のことも聞きたいんだ。了解。でも俺の解説が聞きたいなら、先にご褒美ちょうだい。ああ、待って！お姉さんには参ったよ。今回は特別だからね。夜景というタイトルから夜の情景を描いたように思われてるけど、それは全くの誤解。この絵は当時の自警団がレンブラントに集団肖像画を発注して描かれたものだ。各団員の顔のリクエスト付きで。その通り。そして絵を完成させたレンブラントに浴びせられたのは称賛ではなく批判だった。彼はドラマチックな演出や光と影の効果を取り入れるために今までにない手法を試みた。ほら、全員の顔が描かれているわけじゃないでしょ。影で顔が暗くなってたり、半分隠れちゃってる人もいる。そう。この絵には高い芸術的価値があるけど、同時にレンブラントの人生の転落を招くきっかけになったってわけ。残念ながらそうだろうね。でも彼はリクエストを鵜呑みにせず、伝統に背く新たな手法まで取り入れた。本当すごいよ。芸術は現実の壁に打ちのめされることが多いから、現実の檻にとらわれずに生きる人なんて、 Z だって。Thank you.
そっか。俺ならみんなができないことも、現実の檻をぶち破ることだってできる。かな。さ、この話はもうやめだ。他に何か聞きたいことはある？いいところに気づいたね。今の時代、ネットで探せばどんな名画だろうと高画質の画像を見つけられる。でも油絵には歴史がある。実物を目にした時、初めてその真の魅力を体感できる。絵の具がキャンバスに残した跡、タッチ、長い年月の経過を感じさせる風格。画面越しじゃこれらを感じることは不可能だ。少なくとも俺はそう思う。絵の価値は人によって違う。もしステラ氏に俺と同じような気持ちを絵に抱く人がいるなら、本物を体感してもらいたい。よく言った。崎本理事。何、ここの控室は狭すぎてね。少しばかり体を動かしたいと言ったら、スタッフがここまで案内してくれたんだ。若いお二人の邪魔をするつもりはなかったんだが。人生で君のような御曹司を多く見てきた。その中には芸術を学ぶ者もいたよ。けど彼らは芸術家という肩書きを欲しがっただけで、芸術を愛し真面目に学ぼうとする人間はいなかった。ここを通りかかった時、そちらの娘さんとの会話が聞こえてきてね。どうやら私は君を誤解していたようだ。さっきは嫌な気持ちにさせてしまっただろう。本当にすまなかった。いや、大丈夫ですよ。謝らなくても気にしてませんから。それに俺のこだわりや理想は他人の意見で曲がるものじゃありません。君が芸術の道で
才能を発揮できることを期待しているよ。だが、君自身が他人の評価に流されずとも、君の周りはどうだろうか。君がパックスの代表である限り、ビジネスと金の匂いが常につきまとうことになる。君自身、可能なら一刻も早くビジネスの世界から足を洗うべきだ。君の優れた芸術の才能を無駄にしないためにも。そっか、俺ならみんなができないことも現実の檻をぶち破ることだってできるかな。パックスの件、パックスの経営は僕に与えられた使命です。もし自分が大切にしている何かを捨てる時が来たら、その中でパックスを選ぶことはありません。ただ芸術の道を少しでも長く歩めたらそれで満足ですよ。そうか。二人の会話を聞いて、君には他の人間と違う何かを感じたのだが、金と権力で腐敗した土地に芸術の根は根付きがたい。若い あんたは俺が出した答えは間違ってると思うか？あんたはどうなの？そういうの面と向かって言われたことないから少し驚いてた。パックスは絶対手放さない。他人から見れば俺は富、名誉、社会的な地位に恵まれた成功者に見えてると思う。でもそれらは泉家だけで築き上げたものじゃない。多くの従業員が関わってパックスは成立してるんだ。だから俺は家族とみんなのためにパックスを守っていかなきゃいけない。そう自分に言い聞かせてきたけどあんたって本当。嘘よ、そんなの信じない。
どうせ私たちを引き離して彼を横取りしようとしてるんでしょう。それで最近彼から連絡がなかったんだ。全部あなたのせいだ。彼に執着する理由は、君の卒業後すぐに結婚して一緒にケーキ屋を営むと彼が約束したからかな。森月教授、どうしてこんなことを知って。彼が SNS に上げた写真、高級車やブランド品などを見て、君は最高の相手に出会えたと思った。彼は出店するための費用を集めていて、でも今は資金が足りないからって私がお金の工面を。おそらく君は薄々彼の正体に気づいていたはずだ。だから箱庭療法の後、彼について教えてくれたのでは。君は自分の過ちを認めるのが怖かった。あれだけ尽くしてきたのに全て無駄だったと思いたくなかった。私本気だったんです。彼のために借金までして、彼の言うこと何でも聞いてあげたのに。森月教授、助教先生、私は一体どうすればいいんですか。借金がもう膨大に膨らんでしまって、友達にも家族にも相談できなくて、もう誰にも頼れないんです。この方はテミス法律事務所の弁護士だ。彼女は大林さんを助けるためにこうしてここにいるんだ。弁護士さん？本当ですか？私は彼を、角博樹を、訴えることができるんでしょうか？ありがとうございます！私に何かできることがあれば、何でも協力させてください！ねえ、知ってる？フランスのスイーツは貴族しか食べられないものだったんだ。例えばこのモンブランがそう。それらのスイーツの中にはかつてクイーンだけが食べることを許された極上の一品もあるんだ。でも今、僕はそのすべてを君だけに作ってあげたい。だって、君こそが僕。もちろんさ、君のように美しい女性は、クイーンのように大切にされるべきだからね。どうしたの？ため息ばっかりついて。手を見せてもらってもいいかな？
なるほど。君は優しくて素敵な女性だ。そして、心のどこかで冒険を望んでいる。その秘めた冒険心は、刺激的なことを望んでいる。でもそれをどこか、僕たちは、同じタイプの人間だよ。そして、僕が追い求めるものが何なのか、当ててみる。答えは目の前にあるよ。僕が追い求めているのは、君自身だ。あ、力を入れすぎると土台の生地が台無しに。わかりました。作り直します。ホールにいる女の子と知り合いなんですか？これはおせっかいかもしれないけど、あの角には気をつけた方がいいよ。彼はいっつも女の子に声をかけてるんだ。ご忠告ありがとうございます。大丈夫。彼女には指一本触れさせませんから。それに彼女の目には、僕よりカクさんの方が秀でて映るとは思えませんので。はあ。まあ、当事者同士の問題だから。これ以上口立ちしませんよ。純真無垢な精神があのような醜い虫を引き寄せるとは、実に嘆かわしい。所詮は嘘に満ちた桃源郷、触れればすぐに崩れる脆い牙城だ。しかし、世間知らずな若者たちをたぶらかした罪は重い。
泉家の弁護士がこの件を引き受けたら面倒なことになる。泉家がそう言ったのか。この件を引き受けてもいい。睦月浩二殺害事件も未定事件簿に含まれているからな。この案件の番号は N2X1036。 優先レベルはそれほど高くないが、精神障害事件に分類されている。ああ、睦月は世間が自分を犯人扱いするプレッシャーに耐えきれず、うつ病になった。その後、治療を受けて完治とまでは言えないが、自殺願望はなくなったはずだ。しかし、警察は藤原が睦月の自殺を手助けしたと判断した。この件には明らかに裏がある。彼の死亡証明書にはもっと詳しい解析が残っている。警察がデスクの引き出しから発見した青酸カリも睦月に自殺願望があったことを裏付けていると。うつ病の治療には家族や友人の寄り添いが必要不可欠だ。だが睦月はずっと一人だった。彼が病気を患った後、藤原は優秀な介護士を雇い、睦月の話し相手になってもらっていたようだ。睦月は会社の経営者でもある。彼も藤原も競売品のすり替えを認めるわけにはいかなかったんだろう。でないとレンスターは倒産しかねない。当時睦月はすでにマスコミに目をつけられていた。一人の犠牲で済むのなら二人揃って破滅する必要はない。休暇中で隣の県へ旅行に行っていたらしい。方位によると睦月が殺害されたのは11月12日の18時から24時までの間で、遺体が発見されたのが11月13日の朝7時頃だった。長い間睦月の家に生鮮食品を届けていた配達員がいてな、睦月がうつ病を患っていることも知っていた。配達時家に人の気配がなく電話もつながらなかったので、彼は念のため警察に通報したそうだ。
遠藤は警察から連絡を受けて急いで帰ってきたらしい。泉が調査グループのメンバーか気になっているのか。どうしてそう思ったんだ。彼がパックスグループの取締役だからか。君は純粋な心の持ち主だから、いずれそんな役回りを押し付けられると思っていたが、杞憂だったな。参ったな。で、N2X に入るか、君はもう決めたのか。君ならそう言うと思っていたよ。今後の活躍を期待している。X03A はすでにパックス製薬に分析してもらっている。じきに詳しい報告が来るだろう。その前に君に N2X 内部資料の閲覧権を与えておこう。内部の情報を先に把握しておきなさい。近いうちに N2X の拠点を案内する。その時に身分登録をしよう。そういうわけじゃない。私が主に整理している行方不明事件は3桁の番号を使っているが、精神障害に関わる案件の番号は4桁なんだ。その類の事件は主にもう一人のメンバーが担当している。まったく君の考えは甘いな。厳しくて結構だが、正直なところ君の考えは気に入っているよ。
我々弁護士は失業を目指して日々努力すべきだ。彼もそう言っていた。前にあんたに助けてもらえてなかったら、俺はここに長居してたかもしれないな。まあそこそこ綺麗だし、環境も悪くないけどね。ベッドは少し硬かったけど。それは無理だな。寄付するとしてもここはなし。この施設が快適って聞いてみんなが入ろうとすれば犯罪が増える。おまわりさんと弁護士のお姉さんにはこれ以上迷惑はかけられないからね。泉様、助けていただいてありがとうございます。こちらは以前、泉様の弁護を担当していらっしゃった方ですね。まだ助けるとは言ってない。俺はただ睦月先生を殺した真犯人を突き止めたいだけだ。先に言っておくが、あんたが真犯人だという結論が出たら、こいつはあんたの弁護はしないからな。本当に、本当に私じゃないんです。競売品をすり替えたのは私です。でも睦月は殺していない。競売品をすり替えたのはあんたなのか？はい、私一人でやったんです。この件が公になる前に睦月は何も知りませんでした。睦月先生はやってなかったんだ。はい、彼に全てを話しました。彼は私の代わりに罪を認めようとしましたが、私は断りました。泉様、自分が犯した罪はしっかり償います。しかしやっていないことを認めるつもりはありません。
特に睦月の件は、私が罪を認めたら真相が永遠に闇に葬られる。私のせいで睦月を苦しめたというのに、せめて無念を晴らしてあげたいんです。私は睦月と打ち合わせをするために彼の家に向かいました。当時のレンスターの事情はご存知でしょう。マスコミはすり替え事件の犯人を睦月だと決めつけていた。競争会社も加担していました。みんなレンスターは睦月の鑑定あってのものだと分かっていて、あえて睦月を非難したんです。睦月がいなくなればレンスターは終わる。私はオーナーではありますが、一階の商人に過ぎません。鑑定はすべて睦月に頼りっきりです。私は自分がやったと発表するべく、詳細の打ち合わせをしようと思ってました。睦月はうつ病になってから、家に引きこもるようになりました。なので夕食が終わってから会う約束をしたんです。睦月、今日はだいぶ機嫌がいいようだね。相変わらずだよ。酒は飲むかい？遠藤君がわざわざ用意してくれたんだ。いつも通り飲みたいなら自分で開ければいいよ。今は遠慮するよ。それにしても遠藤君は気が利くね。そうだ、確か今日から休みだったんだろ？どこか遊びに行くんだっけ？詳細は聞いてないよ。彼はずっと私の世話をしていたんだ。休みの日くらい彼の好きにさせたいんだ。はい、私は一日前も睦月の家を訪ねていて、翌日に会う約束をしていました。遠藤君はその場にいたので、おのずと。そのお酒は遠藤さんが藤原さんのために用意したんですか？それとも睦月先生もお酒を？私も睦月も飲みます。泉様、お酒に何か問題があるんでしょうか？酒の席の打ち合わせがないってわけじゃないけどさ、ちょっと気になっただけ。私たちは付き合いが長いものですから、話をするときは大体こんな感じなんですよ。かれこれ30年はありますね。それに睦月はうつ病になってから、たまに少し酒を飲んでリラックスするようになっていたので。
があの日は結局ムツキと喧嘩になってしまって、お酒は飲み損ねました。マスコミはデタラメばかり言ってますが、私とムツキが揉めたことに関しては本当です。すり替え事件が暴露された後、レンスターの立場として犯人が誰であろうと認めるわけにはいかないと考えていました。だから最初は新聞に無実だと唱えるような記事を書かせたんですが、前から何度も言っているだろう藤原、世論は操作できないんだ。すり替えが事実存在している限り、我々には弁明の余地などないよ。君がしていることは逆に事態を悪化させている。3月から今になってもう8ヶ月経つんだ。なのにこの事件は未だ騒がれている。秋のオークションも中止になった。すまない、全部私のせいだ。お前の言うことを聞くべきだったんだ。こうなった以上もう真実を話すしかない。明日説明会を開いて全てを告白しようと思う。すり替えは私がやったんだ。全ては私が償うべきだ。ムツキ、レンスターの後はお前に頼んだよ。それはダメだ。今さら藤原が告白しても何にもならない。マスコミも民衆もそれを認めないだろう。お前はレンスターの捨て駒なんだと思われるだけだ。藤原、君は今さらマスコミや取り巻きが本当に真実を求めているとでも思っているのか。レンスターが潰れる結末を欲しているだけだ。そうか、やっぱりムツキ先生は分かってたんだ。当時のあの状況下でたとえ藤原さんが自首したとしても何の意味も持たないことを。マスコミはすり替えをムツキ先生と藤原さんがやったことにする。真犯人が増えるだけだ。ムツキもそう言っていました。いいか藤原、今マスコミは全てが私の仕業だと言っているんだ。ならそれでいい。説明会は計画通り開いてくれ。私が全てをやったと認める。そして官邸職を引退するよ。これからはもう官邸や競売には一切関わらない。もうだいぶ長い間仕事をしてきたんだ。ちょうど休み時だよ。
メだ。私は納得できない。ムツキ、お前が今まで築き上げてきた功績を私が潰すわけにはいかない。藤原、いい加減現実を見るんだ。私一人の名誉とレンサーの存続など比べ物にならないだろう。ムツキ、最近お前の精神状態が不安定なのは知っている。だが自分を卑下するのはやめてくれ。すり替えをしたのは悪いと思っている。でも私は自分がやったことを悔いていない。自分の罪は自分で償うべきだ。お前が前に出る必要はない。私は、ムツキは当時うつ病だったから、そんなことを言っていたんだと思っていました。だから彼を必死になだめようとしたんです。でも、そのうち腹が立ってしまって、その時ネクタイを外しました。私は別に金儲けに目がくらんだわけではありません。レンスターはと、私はただ、あの芸術品を競り落とした成金たちが許せなかっただけです。なるほど。成金不在に芸術なんかわからないって思ったわけだ。たまにいるよな。お金持ちのステータスとしてコレクターから芸術価値の高い作品を奪うやつが。最近は景気がいいからそういう成金が増えてきた。藤原さんはそれを見かねたと。泉様のおっしゃる通りです。本物のコレクターが競り落とした競売品には手を出したことはありません。もちろん泉様がお買い上げになられた商品も全て本物です。まあ細工しても俺にはバレるからな。それとも礼を言っておくべきかな。藤原さんに成金不正だと思われなくて光栄ですって。恐縮です。泉様は専門家ですから。闇市で売りました。売ったお金は私が運営している芸術基金に置かれ、貧しい美大生の資金援助に使っています。ムツキも全部承知の上です。だから彼も今まで見過ごしてくれたんです。はい、私もムツキに万が一があるかもしれないと心配して介護士を雇ったんです。はい、ですがそれがどうも引っかかるんです。ムツキのうつ病はそこまでひどくはなかったんです。ですがカウンセリングを受けても治る様子はありませんでした。しかし去年の9月に急に自殺はやめると言い出して、以前手に入れた青酸カリを遠藤君に処分させたと言ってました。処分されたはずなのに、なぜまたムツキの書斎に現れたのか気になってたんです。いえ、ムツキは私より親しい友人はいませんでした。ムツキ先生の教え子はたくさんいるのに、先生と仲がいい生徒はいなかったのか。連絡を取っている生徒はいましたが、それ以上でも以下でもありません。私とは比べ物にならない。
私はムツキと30年の付き合いになります。すり替え事件もムツキは前々から知っていながら私を容認していました。私の子供たちが美大の受験をする際にムツキは自分から手伝いを買って出てくれたほどです。もし本当に自殺ほう助を望んでいたなら、私以外に頼める人はいないと思います。遠藤君は私が雇った介護士だ。人が良くてしっかりしている。睦月ともよくやってくれていた。だが、自殺ほう助は違法行為だ。それに彼は、うつ病を患っている人の介護士として相応の対応を知っている。睦月が頼んだとしても断るだろう。それに他人に迷惑をかけたがらない睦月が頼むとも思えない。いえ、特にそのような人物は思い当たりません。すり替え事件の被害者はどうなんだ？マスコミの報道を見て睦月先生を恨んだとか。私がすり替えをした顧客は常連ではありません。それに被害があったとしても資産に対して影響を及ぼさない。そのために殺人をするとは思えませんが、いや、待ってください。西園寺家ならあり得るかもしれません。西園寺健一か。市内で工業機械のパーツ加工を商売にしてる富豪だよ。パックスも以前協力したことがある。一昨年ぐらいに西園寺が賭け事にハマったんだ。それで莫大な借金を背負って結局一家を巻き込んで焼身自殺した。確か西園寺健一と妻はその場で死亡。一人息子の西園寺弘樹は未だに病院にいるらしい。すり替えの件は元はというと西園寺健一のせいで露見したんです。彼が自殺前にレンスターから買い取った絵をうちの競争会社に出品したとかで、あまりにも売り値が安いから競争会社も気になって鑑定をしたようです。普段は睦月の鑑定書があればそれを疑う者はいませんでした。睦月は西園寺家のことを知って心を痛めていました。あの焼身自殺で生き残ったのは病院住まいの弘樹君だけです。しかし西園寺健一の悲劇は結局彼が賭け事にはまったからであって、睦月は私のせいではないでしょう。結局、私が競売品をすり替えたのが悪かった。少し芸術をかじったぐらいで調子に乗って、レンスターだけじゃなく、睦月まで。本当に、
自分はどうしようもないバカだ。なあ、あんたは俺がどうして芸術に興味を持ったと思う？あれは5歳の時だった。父さんと兄さんが俺を連れてレンスターの競売会に参加した。有名な作品がたくさんあったよ。でも一番俺の気を引いたのは油絵の風景画だった。高くそびえ立つ雪山のふもとには真っ赤なモミジの森。鳥が森の中に身を潜めて餌を探してた。モミジが木からゆらりと舞い落ちる絵の中から林を駆け抜ける風の音が聞こえた気がしたんだ。睦月先生は俺を知らなかった。でも俺がずっと絵を見てたから親切に解説をしてくれた。有名かどうかは関係なく、心で表現した美は全て芸術だって教えてくれた。お金持ちも貧乏人も誰だって芸術の美しさを楽しむ権利がある。先生はそう言ったんだ。私が愚かだった。睦月、すまない、すまない。ここから出られたら全財産を投げ打ってでも贋作の落札者たちに賠償をします。レンスターも立て直してみせます。どんなに困難であろうと睦月のために必ずやり遂げます。泉さん、また警察署でお会いすることになるとは。それより例の件どうもありがとうございました。この前うちの警官が一人公務で亡くなったんだ。そいつの子供は重病で治療費に困っていた。泉さんの寄付金があったから子供の病気を治せたんだ。礼はいいよ。寄付する時もその子の父親が警察だとは知らなかったから。お姉さん、一言ぐらい褒めてくれてもいいんじゃない？睦月の事件は長引いているから残された手がかりは少ない。事件現場は睦月の自宅だ。案内するか？いや、俺と彼女だけでいい。何かあったらすぐそっちに知らせるから。わかった。住所もドアのパスワードも資料に書いてある。事件の夜、遠藤は睦月の家にいなかった。犯行の容疑もないし、証人でもない。
警察側は彼の身柄を確保することはできないが、必要であれば連絡は取ってみる。どうしたの？ずっと黙り込んで。多分俺たち同じことを考えてると思うんだよね。せーので一緒に行ってみない？遠藤達也が怪しい。ほら、やっぱり同じこと考えてた。俺のは当てずっぽうだけど、そっちはちゃんとした根拠があるんでしょ？お姉さんは優しいから教えてくれるよね。俺はそこで遠藤も藤原同様に怪しいって思った。で、彼の容疑を深めたのが青酸カリ。遠藤は睦月先生の身辺介護をしてるから、青酸カリを引き出しの中に戻すのは簡単だ。でもなんで遠藤はそんなことをしたんだ？俺にもさっぱりだ。彼も競売品すり替え事件の被害者なのか？まあいいや、今考えたって無駄だしね。岩崎さんが遠藤に連絡を取ってくれてるんだ。会って直接話を聞こう。本当だ。探す手間が省けたね。
ねえ、少し協力してくれない？俺たちの素性がバレたらまずいからさ。どうも、この別荘地に住んでる方ですか？ G の7ってどう行けばいいか知りませんか？ G の7に行かれるのですか？そうなんですよ。競売に出るって聞いたんで、今日は彼女とその別荘の見学に来たんです。G の7はここから近いですけど、あそこは殺人事件が起きたんです。あまりおすすめしませんよ。それは知ってます。司法機関の競売サイトに出てるんですからね。それに値段も安いですし。男なら別荘の一つでも持ってみろって、彼女の親父さんに言われたので、ちょうどいいと思って。死に際は穏やかだったそうですよ。僕はその家の介護士だったんです。それは奇遇ですね。よければ案内してもらえませんか？ついでにその事件のことを教えてもらえると助かります。わかりました。ちょうど僕もそこに少し用事があったんです。一緒に行きましょう。本当にありがとうございます。お兄さん、お名前は？遠藤と言います。管理会社からパスワードを聞いてくるから、ちょっと待ってて。パスワード、変えてなかったのか。どうぞ。
遠藤さん、ここに住んでたのはどんな人だったんですか？どうして急に亡くなったんでしょうか？この家の前の主人は睦月浩二と言います。美術品の鑑定士でした。彼が勤めていた競売店が贋作をオークションに出してるのがバレて、そこのオーナーが彼に全責任を取らせようとして。それで二人は口論になってしまって、そのオーナーが激怒して彼を絞め殺したんです。そんなこと？あいつらが偽物を売ってどれだけの被害を出したか知ってるんですか？すみません、詐欺師の肩を持つわけじゃないんですけど、話し方にトゲがあるというか、元雇い主とはあまり仲が良くないんですね。そういうわけでは。仕事は仕事ですので、睦月さんのお世話はしっかりさせていただきました。彼は優しかったですよ。僕に油絵を教えてくれました。でも、彼がやったことはどうも気に入りませんでした。それは、彼はうつ病を患っていました。ずっと自殺しようとしてたんです。オーナーとの喧嘩は事の発端だったけど、彼もこの世に未練がなかったんじゃないかな。警察から事件は自殺幇助で、傷害致死ではないと聞きました。それほどじゃないですよ。うつ病は実は風邪とかと同じで一般的な病気ですから。彼らには付き添いが必要なだけです。友人や親族が風邪の時に心配するのと同じです。だからこそ日々の生活に気をつけて、悲劇を起こさないように心がけるんですよ。へえ。それであなたは雇い主にどういう風に付き添ってたんですか？踏み込んだ質問かもしれませんけど、ちょっと気になりまして。今はストレス社会ですし、
俺も鬱になるかもしれませんからね。睦月さんは青酸カリを持ってました。どこから仕入れたのかわかりませんが、ずっと書斎の引き出しにしまってて。毒を所持していても、私が管理している限りは使わせません。しかるべき報告手続きも行いましたので。それに無理やり奪って処理しようとすれば、刺激して自殺を促してしまうかもしれませんから。自殺ほう助って違法ですよね。雇い主から自殺に協力するよう頼まれなくてよかったですね。でも雇い主が勤め先のオーナーと揉めてたなら、なぜ止めに入らなかったんですか？殺人を犯すほどの大騒ぎだったんでしょう。あの日は休みだったんです。でなければ絶対引き止めてました。睦月さんは書斎で亡くなったんです。本当にこの家を買うなら、書斎はリフォームした方がいいかもしれません。彼は去年の4月にうつ病の診断を受けました。それで彼のオーナーが僕を雇って、半年間年中無休でした。11月頃、突然睦月さんから休暇をもらったんです。気分が良くなったからどうぞって。ちょうど僕も臨検の菊を見たかったので、お言葉に甘えることにしたんです。でもまさか当日にこんなことが起きるとは思ってませんでした。翌日警察から電話をいただいて、急いで戻った時はもう。
この周辺を回ってみますか。僕でよければ案内しましょうか。大丈夫です。自分たちで見てみますから。聞き忘れてましたけど、もしかしてあなたもこの家を買いに？だとしたらライバルですね。冗談を言わないでください。別荘なんて買えるわけないですよ。そんなお金があれば。今日はムツキさんにお別れを言いに来たんです。僕も実家に戻ることになって。大都市は生活コストが高いですから、田舎の方が居心地がいいんです。では。僕は2階の書斎にお参りをしたら帰りますので。お邪魔じゃなければご一緒しても？この家を買うかもしれませんし、前のご主人にご挨拶しておきたいので。人が亡くなった家って少し気遅れするところあるでしょ？遠藤さんがいるうちに上を見ておきたいんですよ。あなたがいないと正直心細くて、彼女の前でヘマしたら結婚の話も水の泡になるかもしれませんし。わかりました。一緒に上がりましょう。